彩香ちゃんの一番好きなクラブ、得意なクラブは何なんですか？は、やっぱり飛距離が武器になるドライバーが一番得意ですね。やっぱ構えた瞬間一番こうイメージも出しやすい。出しやすいですね。でもやっぱ彩香ちゃん背もあるしさ、距離も昔からやっぱ飛んでた方だよね、飛んでた方ですね。ってなると他が雑になるっていうか、そのすごい飛ばない人って逆に言えばその寄せにかけてくるから、すごい上手い人が多いイメージがあって、その辺は彩香ちゃんどう、得意な方？そうですね、アプローチパター、やっぱりドライバー曲げれば出して50ヤードとかあるじゃないですか、そうだから曲げることを前提に練習してるわけでもないけど、やっぱりオールジャンル得意にならないとって思って、結構アプローチパターは家でもやります。家のリビングでやってます。ナイスショー。違う生き物みたいなの？ここで叩いちゃった。ここ。トンマイ。3打目。彩香ちゃんに50ヤード見てかれた。え、本当ですか？あるかも。マジで。いい風が舞っておる。だー、ミス。待って、やばい、この木もあるし低く、あの傾斜にワンバン、マウンドにワンバンして行く感じがベストかな。むずい。どうやって打つ？ここですか？こういうなんかあんまなくて、下も柔らかい。下が柔らかい時って一番やっちゃいけないのってダフリだと思うんですよ。私的にやった。そうそうです。だからちょっとハンドアップにして、ハンドアップの方がいいんだ。そう、私はハンドアップにして打ちますね。でちょっと。ハンドファーストにしてちょっとトップさせるようなイメージで私を。なるほど、ハンドアップにして。本当だ。そうナイスです。めっちゃいいアドバイスもらった。だから本当だ、今めっちゃこっから入ったもん最初。絶対もう打つときに、インパクトのときに有名以外はダフル、もう何だろう、ラフェル理屈がないんですよ、ハンドアップにすることで。いいね。伸びろオッケー、ナイスパー。あー、ナイスイン。ダブです、打った。ナイスインです。ミラクルや、今日は。よし。
ネージは絶対左に落とさない。で、首が若干上げてるんで中段道で行こうかな。中段道で、宣言通り。あーダメなやつ。体があっち向いちゃってるかな。赤ちゃん、はい、これはパターではいかない。いかないです。お 58度でいきます。どういうボールで行くんですか。もうイメージ的にはもうここは上りなので突っ込んでいくイメージ でキュキュッと止めてレバー、はい、今さ、あやかちゃんさ、58で打ったじゃん。さっきさ、私ダフったじゃん、うん、あの現象があのカラーから起きるイメージだ。あーそれはなんかやっぱこう立てるね。あ、さっきのやつは立てないで、ボールがここだとして、うんうん、ピンをそっちに狙ってくってなったら、やっぱり私もここで構えると、センターで構えるとどうしてもダフるイメージがあるので、ボールの左、もう右足の先端にボールを置くイメージで、カラーは右足の先端に置くイメージ。そうですね、ボールのボールと右足の先端が一緒になるくらいで構えてあげると必然的にハンドファーストになるので、うん、でこうやって打ってあげるとダフること私はあんまないです。あんまない、はい、そうです。ポンそれにびっくりしてる。あ、すごいすごい、はい、あ、すごい止まってる。あ、じゃあ一回もできないよ。え、嘘、本当一回言ったらどこに飛んでっちゃう。いける？右のバンカーがすごい効いてるんです。ここは後ろ向いて、バンカー手前、うん、まま、わー、すごいね。一緒すごいとこ狙ってったよ。右の木の上から右の木の上から行ったじゃん、はい、なんかあれを目標にしてたの。そうですね、左にバンカーがあるのがすごい嫌で、もうやっぱり突き抜けるのが一番怖いので、うん、右に目標物があってドローをかけてった方がすごいイメージも湧くし、だってさやかちゃんボール高いじゃん、はい、なんかあの上行けるみたいなイメージあるもん、ね、あ、もう全然ありますね。なんとなくもう見て、あ、これだったらいけるかなとか、バンカーとこれがだいたいこんくらいの距離にあるなっていうのをイメージして打ってあげるといい球が出ますね、うん、じゃあ逆に何もなくてさ、ま、うん、っすぐなさ、うん、広いところがえみたいな感じで、そうですね、バンカーとかがあればバンカーからドローとかって思えるけど、本当に何もなかったところの方が曲がりますね。まっすぐの方がラフ行ったり林行ったりとかありますね。なるほどね。いや、すごかったよ。見ました、皆さん、この右の上からなんか狙ってるところが違うな。左足下がりのつま先下がりの左グリーン。そうですね、これは結構難しいと思うんですよね。難しいですね、結構。これはどういうのを意識してるんですか。まあ、やっぱりまず最初に一番注意しなきゃいけないのは、左足下がりってことはロフトが少し立つから一番手落とします、うん、番手落とす、番手を落とします。それでやっぱりちょっとつま先下がりなので右に行くことを考えて、絶対ドローが出ないライだと私は思うので、
基本的にピンの左に狙ってフェードでいきます。こねない限り出ない。そうですね、引っ掛けない限りは出ない。すごいね、超有名なプロばっかり。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。いいよ、ピン向かってる。